今日のヒーローは田中将大投手です。完投勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日も最後まで投げ抜きました。さすがエースというピッチング見せてくれましたね。いや、関係ないです。いけるだけ行こうというふうに、思っていました。前回前々回とは本当に苦しい展開でしたが、今日はもう序盤から味方打線がつながり大量得点、これは力になったのではないでしょうか。そうですね、今年2試合西武打線に、コテンパンにやられていたので、早い段階で、点数を重ねてもらえたので、球数がもう何百球以降が、しっかりと、抑えられればいいなというふうに思っていました。本当に味方も攻守にわたっていいプレーが出ましたけれども、やはり田中投手のいいテンポ、いいリズムで流れを作ったと思いますが、いかがですか。そうですね、今日も、攻守にわたって、本当にたくさん助けていただいたので、ここに僕一人いるのがちょっと複雑です。でもチームを代表しての、ヒーローということで、本当に今日は大きな勝利となりましたね。本当に連勝で来ていたので、その勢いで、勝たせてもらえたかなと思います。ファンの方もこれからクライマックス出場に向けて期待もどんどん高まっていると思います。そのためには田中投手の力が必要不可欠になると思います。改めて次に向けての意気込みをお願いします。次、明日から1週間、ビジターの方に出ますので、次ホームに帰ってきた時にね、また違った順位で、入れるように、しっかりと頑張って、結果を出していきたいと思います。それでは最後にイーグルス勝利の儀式で締めていただきたいと思います。3、2、1、バーン。おめでとうございます。今日のヒーローは完投勝利田中投手でした。